韓古関は中国河南省にあった関所。この関より西を寒中といい、伊東の中原とを結ぶ通路にある、古くからの幼少であった。多くの戦闘が行われ、様々な古事の物体としても知られている。韓古関の名を持つ関はもともと霊宝に置かれていたが、関大に東へ約1 5 0トル離れた洛陽付近の新安に移転したため、大きく分けて2カ所に、 関古関がある。霊峰の関古関を、旧関、旗関古関、新安の関古関を、新関、観関古関などと呼んで区別している。新安の関古関は、世界遺産、シルクロード、長安天山回廊の交易路網の構成資産である。旧跡、新関落葉長安関連地図旧関付近で、大土層の切り立った崖の中を、数キロメートルにわたって街道が通る地形が、 あたかも箱の中を行くのに似ているとしてこの名が生まれた。水系中や玄田軍県史には、山から同心にかけての地域をおしなべて、観古関と呼ぶ、と記されている。この地域の石西は、時代や政治状況によって、数度にわたって移転したり、複数の石西を併用していたりしている。歴史地理学、考古学者の塩沢博人は、東林祭、観古関。 道館が一つのものとして理解され、現在の道館圏から河南省三門橋司令法師までの広範な地域が、観古関と称されてきたことに注意を促している。文学的には、箱関などの名称も用いられた。観古関は、河北を東西にはかつ境界と申された。紀元前361年、戦国時代の旗の高校が東方からの侵入を防ぐため、 大都のクヌギビの東、伊賀と合流する郊外の最後の大屈曲、道館から下流約 70km の地点、南北から山脈が迫る峡谷の地に作られた。山荘の老角二棟はあったという。紀元前318年、蘇、張、儀、藩、縁の五国合将軍が、観古関を攻撃したが、旗の大地里室が撃退した。紀元前241年、 衛世は、蘇、朝義、藩、縁の五国合将軍と観光関で戦い、これを退けた。新末の藩旗戦争では、劉邦軍は守りぬ堅い観光関を避け、南の武漢から漢中に侵入し、関陽を陥落させた。その後の祖関戦争で、航軍に破壊された。前漢台に、漢国関が新安に移転するが、これは漢字の移動を意味しており、 旧石地所には、高能圏の圏地が置かれた。旧石を通る道路は、総高市による振動建設などもあってか推備した。東大に編纂された、玄奈郡県市薪にでは、旧石に触れる中で、今大道路は北にあり、元束のように歪と記しており、主要交通路としては使われなくなっていた。ただし、老子ゆかりの地であるとされることから、唐の戒元年間には付近に、同館、 大野はじめぐが創建されるなどしている。大、村張や溝東口に、南北1300から1800メートル、東西900-1000の 1, メートルの不規則な長方形の遺構が検出されている。1992年、東門の門楼が復元されたが、遺跡保護の観点から、東門遺構直上は避けられ、37メートルほどずらされている。大村付近は、 韓古関古文化旅遊区として整備された。五冠末年、曹操は道館の戦いや傭兵関の戦いに際して山中を進む古道が境外なことから、食料輸送のための振動を古関の北十里の高画藩に開いた。その後、高能大衆猛攻によって運送道に関所が置かれ、当初は大関、金関と称され、後に新関、義関、 義観古跡などと呼ばれた。その後廃墟となっていたが、後期18年に霊宝県霊の功が再建した。高初年間には、日本の岡倉天心、関野忠し、桑原実像らが、この観古跡を通過し、記録を残している。また、民国初年にも集築された。義の観古跡は、日中戦争中に、日本軍と中国軍の激戦地となり、 石は破壊されたという。その後、三門橋ダムのダム湖に水没した。新安県の観光石全館の武帝の元金へ三連に、旧石の東約100キロメートル、黄河の支流、落川上流部のあぜに新しく作られた。二層の廊角と三重に張り巡らされた、高さ66メートルの城壁で構成されていた。全館時代は、国土長安を守る。 東の防壁であり、五漢時代は、国くトラクを守る、西の防壁となった。漢古関の移転について、東大に記された通り点は、以下のような説話を載せる。漢の武帝に仕えた、老戦将軍のよう僕は、多くの功績を立てた人物であったが、漢外の人であることを恥じ、家財を教室して、関を東に移すことを交うた。これにより元なえ三年、 新安県に石が移されたという。通り点によれば、宗隆市の静止元年に、高能大衆、猛虎の権限によって、新安の観古石は廃止され、移転した。六世紀、長安に都した北州が、北西に退治するために、前線基地を設けた。明、清式には、石楼が設けられた。1926年、 北洋軍閥内の武力衝突により損傷した際も、特別に資金を出して修復された。毛沢東時代の1958年、大躍進政策の一環として、土方炉を使用した全人民大製鉄、成功運動が開始され、河南省でも大規模に製鉄事業を展開することになった。新遺跡の楼閣は土方炉建設用のレンガを採取するためにほとんどが解体され、 呂閣内に保管されていた石碑、文献など多くの歴史的資料も失われた。東間村にある観光石の遺跡は2008年より世界遺産登録を目指した環境整備が進められた。2012年から2013年にかけて発掘調査が行われ、城壁、古道、建築遺構が確認された。館内の観光石はシルクロード、 長安天山回廊の公益路網の一部として世界遺産に登録されている。ありがとうございます。